エイブルトン認定トレーナーのアキムです。今日の話はこちら、デフォルト保存の話。エイブルトンライブをですね、買った当初、もしくはそのデフォルトとして保存を、ここですね、これを設定してない場合、新規作成をするとこんな感じでファイルが立ち上がるんじゃないかと思います。ファイルと言いますか、エイブルトンライブが立ち上がるんじゃないかと思います。MIDI が2つ、オーディオトラックが2つ、センドリターンがリバーブとディレイと。で、ここもワッと表示されていると。センドリターンのつまみであったり、この入出力セクションですね、が表示されていると。で、これはこれで別に、使っていく分には問題はないんですが、自分が何曲も曲を作ったり、あるいは編集作業なんかを繰り返しているとですね、新規作成をするたびにこのセッティングのファイルが、このセッティングのセットって言い方は変ですけど、この設定のセットが立ち上がるのがどうも不満と言いますか、使い勝手が良くなく感じてくる場合もあると思います。例えば MIDI は全然使わないから MIDI トラックは別に立ち上がらなくてもいい、でもこれ新規作成をすると MIDI トラックが立ち上がるから必ずこの MIDI トラックは2つ消さなきゃいけないとか、でオーディオは2つでは足りないから、あと6個オーディオ、だいたいオーディオは8トラック使うからあと6個足して使うことになるとか、エフェクターの差し込みとかも、もうすでに使うやつは最初から差し込んでおきたいとか、マスターにリミッターは必ず欲しい、マルチバンドコンプは欲しいなんていう人もいると思います。その場合はですね、環境設定ちょっと話しましたが、これちなみに新規作成のコマンド、これですね、ショートカット。 Windows の場合はコントロールプラス N、 Mac の場合はコマンドプラス N、 これもよく使うと思うので覚えておくといいと思います。でさらに環境設定のショートカットこちら、 Windows はコントロールプラスカンマ、 Mac はコマンドプラスカンマですね。でこれを押すとですね、こんな感じの、ウィンドウが開きます。でこの左側のタブからファイルフォルダーを選んでください。で今ここちょっとぼかしといいますか、消しているのはファイルのパス、このフォルダーがどこにあるかっていうのが書かれてしまっているんですね。でこれちょっとセキュリティ的によろしくないので隠させてもらってます。でここですね、一番上、現在のセットをデフォルトとして保存という一文があります。でこれを使うわけですね。例えばこのいらないを消しておいて、ちょっと書隠して、例えばですね、MIDI2 つはいらないんだと。あと、リターントラックは3つ使うと。で、マスターには必ず使うリミッターを差し込んでおきたいと。こんな感じですね。例えばですね、こんな感じで設定。これがよく自分がよく使う設定のセットだ、ライブセットだとします。でそれをですね、ここの現在のセットをデフォルトとして保存、これに保存してください。この保存をクリックすれば OK です。そうするとですね、次回以降、例えばここにいろいろ作業をしたとします。いろいろ作業をしたとします。で最終的にこの作業が終わりました、これはこれで保存します。じゃあ次のライブセット新しく作って、作業を始めましょうっていう時には、新規作成ですね、これちょっと今こんなメッセージ出てますけど、これ試しに作ったやつなんで保存せずにいいえを押しますっていう時には、またこのファイルが、デフォルトのセットが立ち上がりますね。で先ほど最初の、何もいじってない状態だった時には、ここにあと MIDI が2つ、MIDI トラックが2つあって、
で、マスターにも何も刺さってなかったんですが、今はマスターにリミッター刺さってます。ミディトラックは、消えて立ち上がります、センドリターントラックもここに一つ増やされています。でさらにこのデフォルト保存はですね、このマッピング、例えば、キー、このキーっていうのは PC キーボードですね。このミディっていうのはいわゆるミディコン、プッシュとかもそうですに、機能を、なんて言いますかね、ショートカットを自分好みで作るって考えてもらったらいいですかね。例えばですね、よく使うところ、まあ単純なところで、この停止ボタンありますね。これを、なんてしておくと、今、点キー、数字の5に停止ボタンをアサインしました。で、これ、キーを押せば、もう一回、もうキーマッピングモードが閉じます。これ、マッピングに関してはまた別動画でやりますね。これをしておくとですね、こうやって再生が始まったとしても、数字の5を押せば止まるんですね。なんていう機能なんですが、このマッピングもデフォルトとして保存されます。でもデフォルトとして保存されたセットをより自分好みに、まあ、なんと言いますか、カスタマイズしていった場合、デフォルトの保存セットを上書きすることができます。この保存を押してください。そうすると、上書きしてよろしいですかとして出るので、OK を押せば、デフォルト保存が上書きされますね。で、次から立ち上げるときには、よりカスタマイズされた、ライブセットがデフォルトとして立ち上がります。で、その後ですね、なんかどうしてもその、全然違う環境になってしまって、そのデフォルトの保存を一回クリアしたいっていう時には、このクリアを押せば、デフォルト保存のためのデータは一回消去されます。そしてまた最初のMIDIトラック2つ、オーディオトラック2つの、ライブセットがデフォルトで立ち上がることになります。もし必要であれば、このクリアを押してください。はい、こんな感じです。はい、わかりますかね。デフォルトとしての保存の話でした。より、うまく、なんて言いますか、ライブセットを立ち上げて、すぐ作業に入れるように自分好みのデフォルトとデフォルトセットを作るのがよりスムーズなワークフローを生み出すんじゃないかと思いますので、参考になればいいなと思います。では良い音楽ライフを。